マコナコです。2020年5月29日、ゼノブレイドディフィニティブエディション、これが発売となりました。早速やっていきましょう。このディフィニティブという意味は、最終的なとか決定的なとかいうような意味合いですので、多分ゼノブレイド、初代ゼノブレイドはこれがもう完成形みたいになるかと思います。オプションなどを変更しつつ、早速本編からやっていきましょう。それでは早速やっていきましょうか。おっと、これゼノブレイド2遊んでいたら得点として10万ゴールドをもらえるとなってますね。ゲーム開始後は得点を受け取りません。これ受け取りましょう。で、ゲームプレイする際にはムービーや喋ってるシーンなどは自分が実況せずにやっていきたいと思います。受け取りましょう。遥か昔、この世界がまだどこまで行っても果てない海と、どこまで行っても尽きない空だけだった頃、二中の巨大な神が生まれた。黒となった。それから幾万の昼と夜を経た今、僕らの世界、巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は鬼神兵によって蹂躙されていた。何が の乱れに乗じて進軍た機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな、ダンバン戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニーシックスまで交代。そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの世行きだからな。ちげねえ、それじゃとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何、引かなきゃ死ぬが、引けば未来はつかめない。なら掴もうぜ未来。何、俺たちにはこのモナドがある。掴めるさ、絶対にな。このイノシシが。これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼か、ディクソン。俺は平気だよ、まだこいつは握れてる。
イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合うぜ。貴様の死に顔を拝んでやろう。あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだぜ。ダメダメ、お前も来るんだよ。そいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が進行開始しました。さーて、ダンバンよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホムスの生き意地ってやつをよ。承知。何が生き意地だよ、バカじゃねえのか。信じました冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ、こうなったらダンバンの野郎を取りにして適当に隙を見て。ということでやっていきましょうか。ダンバンさんの声ってあんな声だっけかな。なんか微妙に、なんか、どうなんだろうね。昔と違うような気もするし、しないような気もするしで。さて、早速やっていきましょうか。 R か L でモンスターをターゲットしましょう。ターゲットするとバトルパレットが表示されます。戦うアイコンを選んで A でバトル開始です。これ音声とか取り直してるのかな。そこら辺気になるよね。ターゲットしたモンスターに近づくと自動で攻撃します。離れすぎると攻撃はできません。あ、それでも戦ってくれてんね、あの人。左右で選択、 A でアーツ技が使えます。以下の状態のアーツ技は使えません。アーツ技が届きません。アーツの使用条件を満たしていません。2つのアーツ技を使い分けましょう。仲間に力を与えるのと、モナドバスターモンスターに大ダメージを与える。うん、結構いったね今。あ、なるほど、モナドのポイントはあれか、技使うのは左右共通箇所としたら、ちょっとこっち違ったりましょうか。共通っぽいね。行きましょう。今右側にアーチ選択とかターゲット変更とかの文字がありますけど、あれはオプションに消すこともできますんで、後々どうするか。これ範囲攻撃よね。ん、どうする。今降ってきたね。そっかそっか、ちょっとした操作で自動的に敵を中央に今動かさ、中央をターゲットしなかったんで攻撃当たってなかったね。だんだん使っていきましょう。多分これ使うことにマイナス要素はないと思うんで、なんか MP が減るとかね。おい、本体のお出ましか。どうあっても俺たちを滅ぼしたいらしいな。奴らもそれだけ必死なんだろう。なら勝機はあるさ。だな。ディクソン、ムーカ、行くぞ。差し物英雄様もそろそろ限界のようだな。ムムカ、どこへ行く。そっちは悪いな。騎士兵どもの狙いはてめえのそげモナドだ。せいぜい決まって奴らを引きつけてくれよ。
この俺のためにさ。ムムカ、お前は墓ぐらいは立ててやるって心配すんな。じゃあな、甘えよ。待て。おいおい、悪い冗談だぜ。なんだかな、俺たちの悪運もここまでってか。ダンバン、ディクソン、残りの兵を頼む。ダンバン、まさか貴様。バカな奴らだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見計らってモナドを拾いに行けば。いっちうわ、鬼神兵どもホムスを、巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。は71式鬼神兵、こいつの光学系対空砲の照準に使えたはず。ダメか、完全に壊れてる。関節部分はひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。69式だ。こいつの装甲、確か盾にちょうどよかったよな。ひっぺがして持って帰れないかな。シルク、ライン、こいつ鬼神兵じゃない、コロニークライブだ。鬼神兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙にアーツを打ち込んでくれ。ということで、さらに戦っていきましょう。ビートだと、HP ゲージがなくなると戦闘不能になるということだそうです。技が使えます。バックスラッシュでダメージを与えましょう。ライトヒールで HP を回復しましょう。回復系の圧は相手を選択してください。ということで、転ぶまで待てばいいのかな。 HP まだまだ十分。なんか強い技やってきそうだけど、こっち側が食らってんねん。やれそうだ、俺に任せろ。なんとか勝てそうだ。おう、これならいける。こっち見ろ、これ。使っておきましょうか。同じ圧は連続では使えません。リキャストがある。タレントアーツを使いましょう。タレントアーツはキャラ専用の特殊なアーツ。なるほど、真ん中押せばタレントゲージがマックスで使えます。ワイルドダウン、いい感じ、いい感じ。モンスター倒すと宝物が出ます。これ開けなきゃいけないのか、ひょっとしたら。すべて入手。倒すべきモンスターがいると緑のラインで囲まれます。全部倒しましょうになるね。これなんだ、これなんか旗あるけど、これ気になるんだけど。あ、違うな、まだ倒せってことか。ここに敵がいるので、まだ緑のマークが
円で囲まれてたからね。ヘイトに注意して戦いましょう。さてチャンスアートを使いましょう。シルクのバックスラッシュは背面から使うと大ダメージ。これはアーツの特攻。ヘイトリングを見てうまい自撮りをしましょう。となってる。まあこれはこの状態で使う。これは倒した後 HP 回復するのかな。ありがとうライン、助かったよ。たく一人で勝手に行っちまうんだもんな。あんまり離れるなよな俺から。コロニーから一歩外へ出ればこんなのがゴロゴロいるんだからさ。うん、でもおかげでこいつの殻取れたし、コロニーのみんなきっと喜ぶな。そういうことじゃなくて、まあいいか。そういうお前だから作ってくれるんだもんな。最高の武器、このジャンクバンカーだって優秀だぜ。ディクソンさんが作る武器の見よう見まねだけどね。まあダンバンのあれにはかなわないけどな。モナドか、いつかあの力の秘密解き明かしてみたいな。期待してるぜ。さあコロニーへ帰ろう。訓練の集合時間に遅れるとぶん殴られるんだ。直角ヒゲに。直角ヒゲ、はあ、防衛隊長か。怖いもんねあの人。そういうこと。ごめんね、防衛隊の休憩時間だったのに無理やり付き合わせて。いいって、さあ急ごうぜ。ということでミニマップの案内が出て、L を押し込むと全体マップになる。ストーリーメモで状況を確認しましょう。これどうなんだろうな、ゼノブレイド2となんか似たような操作方法だけど、 R でカメラの操作ができます。プラスでシステムメニューを開いてゲーム経過を保存しましょう。オートセーブされたセーブデータにはオートセーブアイコンが表示される。オートセーブは適時行われますが、まあ、ちゃんと手動でもセーブしましょうになってますね。チュートリアルは後から見直すことができます。なるほどね、ゼノブレイド2で散々批判された要素だけどね、チュートリアルが一回見たらもう見られないっていうね。ゲームのヒント、ティップスもありますと。他イベントシアター、これなんか以前多分なかった要素だと思うけど一気にこういう話が出てきたね。ちょっと宝箱取りましょうか。ということで今回はこれで終えたいと思います。いよいよゲームがスタートとなりますが、これ全体マップ、そしてこれがシステムメニュー、チュートリアルありますよと、上級者用設定とかありますね。経験値を貯めましょう。これはあれか、なんか縛りプレイやる人向けかな。レベル調整が行えるようになる。まあやらなくていいでしょこの辺りは。オフのままで。またオプションも結構いろんなオプションがありますんで、ここら辺状況に応じて変えていくといいと思います。右側の表示をねなくすというのも良いかも、操作方法のね。当面はありでやっていきましょう。というわけで今回はこれで終えて、いよいよ最終決定版やっていくことになりますので、もし興味ありましたら自らで買っていただくのも良いですし、まあ、動画も引き続きご覧いただけたら幸いです。もしよろしければ高評価とまたチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。